連刊は、松本清張の長編小説。日本に連載され、1962年11月に、講段社から刊行された。後に、電子書籍版も発売されている。1983年にテレビドラマ化されている。印刷や勤務から、出版社社長となった男の、野心と欲望の顛末を描く、長編ピカレスクサスペンス。東京から宮高知市。 地方の印刷屋に勤めた、笹井誠一は、東京に戻るべく、密かに陰謀を巡らす。計画実行の手段として、笹井は、主人の妻、茂子を牢絡し、さらに愛人の藤子をも誘惑する。趣味よく、東京に復帰した笹井は、茂子の金を使い、神田に出版社を設立、わいせつ本の地下出版で儲けに出る。しかし、茂子が、無一文になったと知るや、 稲や、支えは、第二の殺人に乗り出す。野心と欲望のままに突っ走る支えを取り巻く運命の、連環とは小説の舞台となるノコギリ山の頂上、松本清長の連冠。1983年6月4日、テレビ朝日系列の土曜ワイド劇場は国手放映。視聴率20.7%。原作を裏返しにし、原作ではラストに判明する真相を、 最初から明かした上で展開するストーリーとなっている。ありがとうございます。